ニコラ・ミロティッチ・スタヨビッチは、スペインのバスケットボール選手。ユーロリーグの FC バルセロナに所属している。スペイン代表。ポジションは、パワーフォワード。モンテネグロのポドゴリツァ出身。ミロティッチは、幼年期をモンテネグロで過ごし、ポドゴリツァの学校でバスケットボールを始めた。2005年の夏、ミロティッチが14歳の時に、レアル・マドリード・バロンセストのジュニアチームと契約を結んだ。2006年から2008年まで、レアル・マドリード・バロンセストのジュニアチームでプレーした後、2008年にレアルのシニアチームと契約を結んだ。2010から2011のユーロリーグで、ミロティッチはチームで最も優れた選手の一人になり、ユーロリーグライジングスター賞を受賞した。2011から2012にもユーロリーグライジングスター賞に輝いており、この賞が設立されてから初めて複数回受賞した選手となった。2011年4月、ミロティッチはレアルと5年間の契約延長を果たした。そしてレアルは2012年にスペイン国王杯とスペインスーパーカップ、2つの栄冠に輝いた。2011年6月23日、ミロティッチは2011年の NBA ドラフトでヒューストンロケッツに全体23位で指名された。その後、ミロティッチとの交渉権はミネソタティンバーウルブズを経てシカゴブルズへと移動した。2012から13ユーロリーグシーズンにおいて、ミロティッチはユーロリーグライジングスター賞で2番目の投票数を得た。そして、オールユーロリーグセカンドチームに名を連ねた。2014年5月、ミロティッチは昨年に引き続いて2年連続でオールユーロリーグセカンドチームに選出された。2014年7月18日、ミロティッチはシカゴブルズと3年1660万ドルで契約をした。レアル・マドリード・バロンセストとの間に残っていた契約については、ブルズが金額の一部を負担してバイアウトで合意した。2014年12月19日のメンフィスグリズリーズ戦で、ミロティッチは6本の3ポイントシュートをすべて沈めて、NBA でのキャリアハイとなる27点を記録し、試合にも103から97で勝利した。2015年1月5日には、イースタンカンファレンスの12月度の月間新人賞を獲得した。2015年3月1日のロサンゼルスクリッパーズ相手にキャリアハイを更新する29点を記録するも、試合には86から96で敗北した。その勢いのまま2015年3月は好調を維持し、1試合平均 20.8 得点、ルーキー2位となる 7.6 リバウンド 1.2 ブロックと、圧巻の成績を記録している。その結果、2015年4月3日に12月度以来2回目のイースタンカンファレンス月間新人賞に選出。新人ながら全82試合に出場。NBA オールルーキーチームのファーストチームに選出された。2017年夏、制限付き FA となったミロティッチだったが、再契約交渉は難航を極め、トレーニングキャンプ前の9月24日にようやく2年2700万ドルで再契約に合意した。しかし、シーズン開幕直前の全体練習中にボビー・ポーティスと乱闘騒ぎを起こし、顔面骨折の重傷を負い、2017から18シーズンは開幕から欠場、ブルズにトレードを要求したと報じられた。2018年2月1日、オメル・アーシュク、トニー・アレン、ジャミー・アネルソン、2018年のドラフト1巡目、指名権、2021年のドラフト2巡目指名権を交換する権利とミロティッチ、2018年のドラフト2巡目指名権とのトレードで、ニューオーリンズ・ペリカンズに移籍した。2018年4月6日に行われたフェニックス・サンズ戦で、シーズンハイとなる31得点、16リバウンドを記録。試合はペリカンズが122から103で勝利した。2018年のプレーオフ1回戦、対ポートランドトレイルブレイザーズの3戦目で、プレーオフベストの30得点、8リバウンドを記録、試合は119から102で勝利した。2019年2月8日、ジェイソン・スミス、スタンリー・ジョンソン、2019年のドラフト2巡目、指名権、2020年のドラフト2巡目指名権2つ、2021年ドラフト2巡目、指名権とのトレードでミルウォーキーバックスに移籍した。2019年6月29日、NBA を離れての FC バルセロナへ移籍することが明らかになった。ミロティッチはスペインのジュニアナショナルチームのメンバーに選ばれていた。ミロティッチは2010年のFIBAバスケットボール欧州 U-20 選手権でスペインが銅メダルを勝ち取るための助けとなり、大会のオールトーナメントチームに選出された。また、翌年の2011年大会ではスペインを金メダルへと導いている。その大会でミロティッチは試合平均 27.10 リバウンドを記録し、最優秀選手と得点王に輝いた。ミロティッチはフル代表としてはモンテネグロ代表、スペイン代表のどちらでプレーをするか注目されていたが、2015年、FIBA ヨーロッパ選手権でスペイン代表デビューを果たし、2016年リオデジャネイロオリンピックにも出場している。ありがとうございます。